歌うテクニックだけ見つけられた。69年の1月の冬の空にこの歌が消えてったんですね。もう毎回涙が出てきてね。で、あ、ミシン変えちゃってるあの、まあ、最後の曲になります。で、これはあのつい最近ですね、ビートルズの50数年ぶり の新曲として出た。だから僕がずっとビートルズを追いかけたのが中学生の頃からですから、まあ、もうその頃は解散してたんで、だからビートルズの新曲っていうのは出会えなかったんですね。で、ついにここに来てビートルズの新曲に出会えたということがありますので、ナナンテンという曲で、これはあのジョンが、1979年ですか、あの自宅のニューヨークのダコタハウスで自分でピアノで弾いて歌って、カセットに録音した音源を小野洋子さんがポールに渡して、まあ、これをね、またあのポールが再編成して、あのビートルズの曲っぽく作り直して出してくれた曲で、ものすごくビートルズっぽいんですよね。あの当時ジョージ・マーティンというプロデューサーが生きていればこのようなアレンジしただろうと。で、ポールと、まあ、ジョンが、まあ、合作した、まあ、本当のビートルズの歌だなと私は感じて、あの心を込めて歌いたいと思います語るでしょこの曲ね、去年の11月に出たんですよ。それでね、どうしてもやりたい、どうしてもやりたい。今日最後ねいや別に何回言っても、まあ、いいですけどね。で、あの一応最後なんでお願いしますね本当は最後じゃないですから最後ワン、ツー、スリー、フォBecause
用意してたかな。ないわけないじゃん。わかりましたか。ありますよ。もうね、あのああいう3人しかいないもんですから、ああいう飛び道具も使ってね、あのなんていうか、カズーって言ってあるんですね。使ってなんとか3人でやろうということで、あの最後はですね、オブラデオブラダっていうあの曲で、皆さんご存知だと思うんで、あんな暗いだと終わっちゃうまずいよね、ちょっとね。なのであのぜひあのサビのとこなんかあの歌えると思うんで、一緒に歌ってあの手拍子もしていただけると助かります。はい、はい、お願いします。